が全然はい、違いますね。これウインカーなんです。はい、恐れ入ります。通常ここにあるんですけど LED のウインカーになってるんです。はい、そうです。あ、それで顔の雰囲気を伺ってもらって、やっぱりお客さんの持つ喜びというのを高めたいです。黒田さん、ちょっとさ、LED ですよ、LED。 これ、ちょっと欲しいです。ね、欲しいですよね。ちょっと負けてません、黒田さん。そうですね。いやでも実際に先にやられちゃったですね。まあでもこれはかなりレヴォーグの顔の印象がね、はい、スポーティーになりますね。はい、まあ、それとこの、はい、カーボンの形状がすごいあれですね。はい、非常に冷却性とそれからデザインもこれを、はい、それとやっぱり STI モデルはこのチェリーピンクを入れているということなんですね。チェリーレッド、レッドその後ろの PS フォレスターの PS が入ってますけども、はいはい、このアイコンを今後はしっかりとやっていきたいなと。今後はじゃあこういうものをしっかり入れていくと、はい、まあそれが入るのがこの車になることが批判になるという感じですね。その他の部分でちょっと説明いただきたいですか。はい、あ、これすごいじゃないですか。これですね、はい、フェンダーにですねこれエアウトレットを設けまして、まあ、これは機能とそれからですね、はい、そうですね、このやつですね、可愛いとにも手を入れた、まあ、本当に走る場所のすべてと、あとは質感を高めた、まあ、トップエンジンの車という位置づけです。まあ、今までにもスバルには S206 が、はい、S402 とか、はい、そういったモデルがありましたけれども、はい、これはじゃあ S10 なんとかとかそういう感じですか。それとも30なんとかとかそういう感じですかね。これはみんなで議論していただいて、いや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 、まあでもね、この車は多分僕は運じゃないかなと思ってるんですけれども、ちょっと特徴をですね、はい、教えていただきたいんですけれども。そうですね、レヴォーグの S というからには、実はこれ MG なんです。え、 MG? マニアクランスミッション、マニアクランスミッション、ごめんなさい、今知ってますけど、さあちょっとじゃあ MG ということで、はい、まずスライダーいいところで、はい、通常のレヴォーグ、パーキングブレーキが電動なんですけども、これ MG にします。その時に、サイドブレーキをハンドブレーキでバッと大丈夫です。そしてロッド MG のシフトレバー、これはもうこれだけで500台は売れるんじゃないかと思います。いや、というかやはりレヴォーグってその非常にコンパクトで、はい、まあハイパフォーマンスで皆さん多分